どうもこちらめめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょうか。これは開幕 DT 法ですね。開幕 DT 法で、ワフワさんが、右側のカウンター。しかし、大美濃を気にせずしている。エルミノもミスったけど、これはジェミノですぐにリカバリーできたが、あの大ミノの置きミスがちょっと痛い。テトリスって T スピンダブルでリカバリーした。黄色ハッカーが埋まったけど、5連結の2連鎖で完全総裁。完全総裁して、多連結2連の3取り4連。さあ、同時消しが含まれているので、結構でかい。やはりアップデートで、ぷよテトのアップデートで、同時消しの火力が強化されたので、しっかり同時消しを含む連鎖を打ってきてますね。さあ、これは2ダブ。2ダブを後打ちで返す。1段強振りましたね。1段強振って、いや俺は普通に平積みかな。さあ、2ダブの4連鎖。テトリス打つ。これは地形がいいですね。多連結4連。多連結4連鎖も T スピンダブルテトリスと後打ちでしっかり返す。T スピンシングル打ってテトリス。さあ、これは2ダブの3。2ダブの3で返ってくるけど、こちらも T スピンダブルの後打ちでしっかり返す。さあ、再び2ダブ。2ダブ打ってきて、これもT スピンダブル後打ちでしっかり返せますね。後打ち合戦。さあ、紫ハッカー。紫ハッカーした。3ダブ。テトリス、テトリス、2連発テトリス打って。さあ、後打ちの構えだけど、帰ってこなかったので、問題なかったですね。さあ、これは5連鎖。5連鎖はちょっと、さすがに返せないので、これ受ける選択ですね。受けて、T スピンダブル打とうとしたけど、T ミノの置きミスした。マフワさん、黄色ハッカーで1、2、3、4、5、7連鎖。でかい。2ダブを含む、ちゃんと2ダブにしてからですね、強いんですよね、こういうのがやっぱり。最初に2ダブで送ってるっていうのがやっぱり、火力になるので、同時消しプラス連鎖数っていうのはすごい強い。さあ、2ダブ含む7連鎖で刺される。今のはでかかったですね。いつの間にか7連鎖が完成していた。さあ、これは黄色ハッカーの4連鎖を持ってる。さあ、俺平積みでテトリスを打って、さあ、緑ハッカー。緑ハッカーの、1、2、3、4、5、5連鎖。これは6連ですかね。じゃない、5連ですね。俺、若干置きミスしてる。さあ、2回受けるのは危険と判断して、1回受けてから、総裁しましたね。2連で完全総裁。両計算完璧ですね、こういうところ。しっかり、刻みながら、お邪魔が降らないように、火力計算して、2連鎖で刻んできた感じかな、多分。さあ、こっちはダブル消し。ダブル消し、ダブル消しと、相手に積もらせない。それがうまく刺さった感じで、決まりましたね、これは。これ2ライン消しがうまく刺さったかな。2ライン消し攻撃っていうのもやっぱり結構強いんでね。ちょこちょこ来るんで、意外に厄介だったりします。サムラサヒハッカの4連鎖。T スピンダブル。さあ、5連、6連かな？1、2、3、6連ですかね。3ダブの4連、7連か。3ダブを含む7連鎖。さあ、しっかりこれも3ダブの同時消しの分が入っているので、結構でかいんですよね。さあ、これ4連鎖。4連鎖を受けてから、しっかりテトリスと。テトリス打って、若干迷ってる。あいみので削りましたね。これは、4ダブの5連鎖か。4ダブの5連鎖。
これ一回受けてから、テトリスと打つけど、若干地形が悪い。若干地形が悪くて、下りそうではあるけど、まあなんとか火力を送ってますね。しかしちょっとここら辺で下って火力を送るのが遅れている。さあ、うまい。右側で5連鎖打ってきた。さあ、エルミノを矢で屋根つけてアイスピンしようとしたけど、これはミスったのかな、多分。アイミノの回転方向をミスってアイスピンをミスりましたね、これは。アイスピンって意外と難しかったりするんで、ああいう、上部でなおかつ火力を送られてる状況だと、焦って操作方向間違えたりするんですよね。さあ、気を取り直して、T スピンダブル。青ハッカの、4連鎖。4連鎖は、受け切れるんで、しっかり全部受け切ってからダブルダガー。ダブルダガーで T スピン2連発打つ。3段弱振って、一応黄色ハッカーが露出しているので、1、2、3、4、5連鎖持ってる。しかし埋まった。一回単発で削って、単発で削ったけど、4列目に2個振る。青で単発って延命するかと思いきや埋まりましたね。これはちょっと、まあ埋まるところが、結構運良かったかな。いい感じに2個振ったのと、蚊が噛み合って刺さった感じかな。さあ、どんどんテトリス打って、黄色ハッカーで何連鎖あるんだ、これは。4連、5ダブですか ?5 ダブ。受けて、テトリス。テトリス。平積みどんどん組んでますね。さあ、茨まだ帰んない。マージンはまだ入っていないので、茨ではなんとか帰んない。しかし、S ミノミスったけど、回転入れをしっかりして、3連鎖に対して後打ちで返す。これ青ハッカーかな?黄色ハッカー?黄色ハッカーの、おっと、うまい。81、今の見たのか?すごい速度ですね。3連鎖打って、2連鎖。ダブルミラーと火力を送っていたので、その分が、プヨガンに振る。さあ、これ4連鎖。さあ、どんどん掘られている。総裁外して T スピンダブル打つ。Z ミノしかしミスった。T スピンダブル打って、これは引けた。緑が引けて、5連鎖ある。うまい。さあ、結構きつくなってきた。だいぶ競り上がってきたんで、結構厳しい。赤ハッカで、4ダブ。4ダブが飛んできて危ない。ギリギリ耐えて、あえて T スピンシングルにして、堀のルートを見つけましたね。さあ、これは単発打つ。青ハッカの1、2、3、4、5連鎖持ってたけど、埋まった。しかしまだハッカ点残ってるか。ダブル消し攻撃で刺さった。今のは一応茨打てたけど、もう一手引けると思ったのかな、多分。わかんないですけど。緑黄色で一応茨打てたけど、まあ、その後がどうだったかわかんないですね。もう一個見ていきましょう。いや、解説ほんと大変ですね、これ。両方の画面を見るのは非常に大変。さあ、開幕 TSD からインペリー。紫ハッカーの3連鎖、4連鎖持ってる。T スピンダブル、T スピンダブルとどんどん火力を送って、ドネイトでまた T スピンダブル。アイミノが来ればパフェだったけど、来なかったんで普通に。ここはあえてシングルから、ジェミノを突っ込んでテトリス。さあ、赤で発火して2連鎖。さあ、これは決められるか?テトリスって、刺さる。普通に刺さりましたね。パフェ済みかな。パフェがある。
さあ、このパフェも結構、見えるか見えないかで、パフェの確率が変わると思う。あの海底にね、結構、割とあるんで。さあ、T スクリーンダブルで、STMV ケーブルで、どんどん火力を送ろうとしてる。さあ、しかし、これも刺さった。ちょっとツモンが噛み合ってなかったのかな。自陣見てたんで、あんまり見てなかったですけど、そのまま刺さりましたね。さあ、開幕 DT4。右側のカウンターで赤ハッカーの1、2、3、4連鎖。T スピンミニで BTB がついてるんで、4個振る。さあ、これは、発火した。3、4、7連鎖。7ダブか。シングルからテトリス。だけど刺さった。対戦終了。これは7ダブだったんでちょっとでかかったのかな、多分。まさか刺さるとは自分も思わなかったと思います。同時消しやっぱりちょっと火力高いんで、ただの7連鎖よりも7ダブの方がでかくて、想像以上の火力が来て刺さった感じかな。さあ、赤ハッカの、2ダブですかね。2ダブ。さあ、TSD 打って、黄色ハッカー。黄色ハッカーの1、2、3、4連鎖。4連鎖。じゃない、幽霊入ってて5連鎖だった。さあ、しっかり受けてから T スピンダブルテトリス。茨からの3連鎖。さあ、これは操作ミスっぽいですね。単発は操作ミスでしょう。T スピンシングル、フィン打って、フィンからミニ。とりあえず2ライン消しで相手に必ず火力を送るようにしたいですね。テトリスから T スピンミニ。2ダブ打たれるけど、これは連が継続中なので、しっかり、総裁が外れていい感じ。だけど、6連鎖で対応してきた。でかい。まあ、これは地形が低いので、しっかり総裁外してから、テトリス、テトリス、テトリスと。で、2連鎖じゃない、3連鎖で返してくる。先読みして、テトリスからティスピンダブル。赤ハッカの3連鎖。これも後打ちで返そうと思ってるけど、返らなかった。さあ、マージン入ってきたか、これ。T スピンシングルから、テトリス打つ。青ハッカの、多連結2連の3ダブ、強い。さあ、受けてからカウンターで相手に送った。さあ、T スピン作ってるけど、ちょっと T ミノを消費してるんで、T ミノが遠い。2ダブの3連鎖、4連鎖。さあ、これは刺さらない。ギリギリ刺さらない。危ない。ちょっと受けが狭かったんで、危なかったですね。さあ、単発で様子見してきたのか、それとも操作ミスだったのか。ダブルミラーをどんどん送って、緑ハッカーか。緑ハッカーの3連鎖はちょっと見えなかったですね。さあ、TST を作ろうとしてるが、これミスっている。さあ、1ライン消しで火力が行くようになった。1ライン消しで火力が行くようになったけど、これもすでにマージンが入っているので、ちょっと、うまく立ち回らないと厳しい。青ハッカーの、でかそう。3連結じゃない、3連鎖の多連結で、4連、5連、6連、7連、8連鎖。これはもうどうしようもないですね。連結もちゃんと多かったんで、連結もね、火力アップデートでちゃんと上がっているので、連結プラス、連鎖数でもうきついですね。さらにマージンも入っていたので、どうしようもない火力が飛んできた。T スピンダブル。
これは緑ハッカーの1234567連鎖ですか。ちょっとわからないですけど、7連鎖に見える。E スピンダブルを後打ちにしよう。5連、6連、7連鎖ですね。さあ、これは穴いい。T スピンダブルテトリスを打って、さらに穴もいいので、どんどん火力を送っていきたいところだが、4連鎖。4連鎖はしっかり総裁外して、テトリス。赤ハッカーの4連鎖。4連鎖持ってて、こちらは T スピンダブルテトリス。2個振らない。3列目に、でも2個振ったら2個振ったら今81利用できたのかな。逆に2個振って欲しかったのか。さあちょっと考えて、相手見ながら考えてる。さあこれは、おっと、引いた。すごい。凄まじい操作速度ですね。今の引けるんだ。やっぱり早いな、置くのも。アフラスさん置くのも早いんですよね。ちゃんと最速で置いて引いてる。さあ、これもうまい。3ダブの4連鎖。いや、見にくいですね。見にくいというかもう見えないですね。単発1回削って、赤ハッカの2連鎖。緑ハッカの2連鎖。さあ、連つなげて。赤ハッカの2連で、総裁。さあ、これ、ちゃんと、両計算も完璧ですね。2ダブにせずに、2連鎖で帰ると判断して。マージンが入ってることをしっかり、分かってますね。なんで、できるだけプヨリを消費せずに、返せる量で、適量で返していくという、素晴らしい判断。単発です。打って、単発で延命できる。2個振るか。ああ、そこ埋まるか。今2列目に埋まるかなって思ったけど、1ライン振ったんで埋まりましたね。さあ、これは普通に刺さったのかな？どうだったんだろう。ちょっと操作ミスっぽいのもあったんで。ああ、ちょっとわからないですね。両方の画面見てるんで、すごい何がどうなのか、わけわかんなくなってくる、ちょっと。はい、じゃあまあこんな感じで、今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。